お疲れ様です奈美さんあの時間の使い方についてね講義の方が入りましたんで私もちょっと別の角度からねお話していこうかと思います、まあ、時間がねあっという間に過ぎちゃうよとかね忙しくて時間がないよって方の共通点っていうのがあって、まあ、その論文とあとはね、えー、こうブログの方を、ね、何点か読んでいく時に、まあ、あるね共通点があったんですよそれはですねあの、まあ、睡眠時間が長いっていうんですかね まあ長いだけじゃなくて睡眠が上手に使えてないってことが時間がない方の特徴みたいなんですよね。というのがあもうこんな時間だっていう風になってななちゃうわけなんですよだからこれはね時間をうまくコントロールできてないもしくはま睡眠に、えー、ちょっと駆逐されてるところがあるかなってところですよね。まあ、かといってねあの短い時間で睡眠をとって不完全な状態でぼーっとね起きてればいいのかって言うとそうでもないんですよね。だかから深いい睡眠を扱っていくっててくことかなとな やっぱ質の高い睡眠をとるとそれがね1時間であろうとも3時間分とか5時間分に相当するらしいんですよねまあこれは体感なんでねあの必ずそうだっていう,うに全員にあためることはできないんですけども、まあ、でもやっぱりねあの睡眠の質にこだわっていくっていうのはすごく大事かなと思いますよね、うん、だから睡眠の質っていうのはあのこの人間の三大欲求っていうのがありますけどもこれはね最近お話ししてることなんですけどもあの食べることの質っていうのもすごく大事なんですよね ただ囲むように何でもいいから食べるのとそれとも食事をねしっかりと楽しんで感謝しながらいただくのと全く質が変わってきますんでね、まあ、そういうこともありますし、まあ、三大欲求のうちにまあ性欲っていうのがありますけどもあの気の乗らない人とね、まあ、そういった関係になるのか、まあ、それともね本当に最高のパートナーとするのかっていうことだけでもそういったいわゆるまあ性欲の質ってのも変わってくるのかなと思いますんで全てはねやればいいってもんじゃないし寝ればいいってもんじゃないし食べればいいってもんじゃなくって全部 質に関わってくるんんじゃなないかなと思うんですよ質が悪ければだらだらと長く食べ,食べるものを食べないといけないしねいつまでも満たされないようなね性欲をね何度も何度も試していかないといけないと思いますしね睡眠もなんか寝たような起きてるようなみたいなのでどん,どん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 ねあの睡眠時間まだ足りないなまだ足りないなみたいな感じで寝続けるみたいなこともあるのかなというところが共通点だというふうにえ一つね、えー、思い出すことができましたねあともう一つはね あの時間の使い方なんですけども体を使って時間を過ごすことと、まあ、頭を使うって言ったらね賢い人の <laughs> えことのようですけども、うん、頭を使うってもいろいろあってねあの、まあ、映画を見たりとかね漫画を読んだりとかね、えー、それからゲームをしたりとかね、まあ、そういうのも頭を使うってことなんですけども別に頭がいい頭の使い方ではないんですけどもね、まあ、そういうふうに体じゃなくって体はピタッとね えー、机やソファーに腰掛けたまんまほとんど体を動かさないんだけども目や耳やあの頭が動いてる状態っていうのが頭を使うことなんですけどもこれをやることによってカロリーを消費しちゃうっていうのが一つそれからね実際に、えー、と腕立て伏せをしたりねジョギングをしてみたりとかね、えー、なんかこう体を動かすことですか筋トレをしてみたりとか。 この使い分けが非常に大事らしくって体を使って時間を過ごすことっていうのは実はねあの体を全く動かさずにいわゆる頭を使う状態でね何かをする時よりもこう過ぎ去る時間っていうのですかあれがすごく遅くなるわけなんですよね、まあ、例えばあの筋トレをね1分しますもうやってる方はね相当時間使ったつもりなんですけども1分なんですよでもねゲームをね 1> 1分したりとかね、漫画をちょっと読むとかねあの YouTube 再生しましたって言ったらあっという間にね5分10分30分で経つんですよであもうこんな時間っていう風になってしまってあ時間を使いこなしてないなっていう風になるらしいんですよね、うん、だからそのこう気持ちを変えるとかね、うん、ちょっとした息抜きをするのに体を動かすことをやってみるととってもいいらしいですねまあもちろんこれ合わない方もいるんですけどね うん、でもやっぱこうデスクワークをずっとしていてあの30秒とか1分この椅子を離れてねあのこう屈伸をするとか、うん、なんかこう体を動かしてみたりとかねこうジャンプジャンプしてみるとかねあとバランスボールがある方は1分間バランスボール使ってみるとかしてまた椅子に戻るとまるでね20分とか30分もう昼寝をしたかのように。 体はリセットされて、また頭がね、一から働くみたいなことがありますんで、パフォーマンス上がるらしいんですよ。まあ、こういったことってのは結構ね、あのー、最近では気づいてる方が多いなっていうところですけども、あのー、結局、自分の体をリセットしたり、リフレッシュするために、ずっとね、あのー、固定した作業をしてる人、デスクワークをしてる人が、デスクの上でリラックスをすると、結局、あのー、デスクワークの同じ脳の機能とかね、 あの負担を積みますことに、まあ、他なならいだから大きく分けて体を使うことと頭を使うことと頭を使ってきたんだったらやっぱ体を使うことをほんのちょびっとやるみたいなことでまたねあの頭の方が一からリセットされて元気な状態でスタートするということらしいですね。うんあなるほどねと思ったもんですけどもね。で逆にアスリートの方っていうのはアスリートの方ねもうトラックを何周も走ったりとか。 あの筋肉を鍛えたりとか体をずっと動かし続けてる時ってほんの10分とか20分のコーチからの指導っていうのがこうリセットにすごくいいらしいですよねつまり座学をちょびっとするってことなんですよだからもう逆みたいな感じですよね朝から晩まであのグラウンドで走っていいのかって言ったらそうでもないらしいんですよやっぱり1時間ほどやったら5分とか10分は、えー、指導を受けるみたいなね人の話を聞くとかあとは誰かの子は、ね、こうねトレーニングを見るとかっていうふうに生とうの使い分け っていう風にしていいいいううににににししくと時間のは非常に上手に使えるらしいです、まあ、実際にねたくさんのことをしたなーって思えるのかあっという間に時間が過ぎて忙しかったなーっていうふうにねその忙しさも2種類あってああ忙しい忙しい時間があっという間過ぎちゃった何もできなかったっていう方とああ忙しい忙しいいっぱいなことできたよたくさんできたよっていう方とね同じ忙しいでも全く違った時間の感じ方っていうのがあるみたいですねはいじゃあ今回は以上でございますお疲れ様です